はい、こんにちは。家庭菜園に来ています。今日は、今植えてある野菜を見ていきたいと思います。はい、こちらはグリーンカリフラワーという、品種を植えてあります。こちらは、白いカリフラワーを植えてあります。どちらも順調に育ってきています。そしてこちらがブロッコリーです。ブロッコリーは6株植えてあります。そしてこちらがですね、スティックブロッコリーという、スティック状のブロッコリーになります。こちらはスティックセニオールという品種だったと思います。こちらは、ジャガイモの男爵を、植えました。秋取りのジャガイモになります。こちらは、メークインを植えてあります。どちらも風が強く、苗が倒れてきてましたので支柱を支えました。こちらは、湘南レッドという赤玉ねぎです。50本ほど苗を植えてあります。こちらには、通常の白い玉ねぎを2種類植えてあります。全部で100本ほど植えてあります。品種は忘れてしまいました。どちらもマルチを使用して植え付けてあります。ニンニクですが、ホワイトロッペンという品種を、6株、つけてあります。先
昨年はうまく、育てなさいでしたので、今年はうまくいくことをやっています。そしてこちらはサニーレタスです。順調に、育ってきています。綺麗な色ですね。美味しそうです。こちらは里芋です。一株試し掘りをしました。子芋と孫芋がいっぱい取れました。とても美味しくいただきました。収穫ができますので、そのまま植え付けてあります。綺麗なグリーン色をしています。こちらはパプリカですね。まだたくさん実をつけています。順調に、野菜が育ってきています。収穫が楽しみです。動画の撮影は、この辺りで終了いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。